バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターの陽子です。今夜のバニラスカイは後ほどうちの娘のシノンとねお届けしたいと思うんですけれども、最初は陽子と皆さんとイチャイチャお付き合いくださいね。よろしくお願いいたします。今年の春はですね、もう名前出しちゃっていいよね。いつもねライブで素敵な写真を撮ってくださってます上園さんという方がいらして、その方が SNS に桜をね追っかけて、あといろんな春の鳥もね一緒に撮影されてるんですけれども、私その写真を3月上旬かな、もう2月の下旬ぐらいからかな、上がってくる、アップされるのが楽しみで楽しみで仕方がなくてですね、いろんなところに今年の春はちょっと出かけることがまだできてないんですけれども、その上園さんのお写真から、あ、いいな、綺麗だな、春だなと思ってね癒され続けておりました。ぜひ皆さんもね、今目の前にいろんな春があると思いますので、沖縄はヒカンザクラが咲くんですっけ、あ、リサーチ不足だ、ちょっと調べてみよう。ぜひね鹿児島もですけれども、全国今からね咲き乱れると思いますので、皆さん自身の春の楽しみ味わってはいかがでしょうか。ではまず1曲目、よくはね春といえばこの曲かなと思ってます。皆さんがもっともっとハッピーでありますように、皆さんらしくね、お聴きください。陽子でラブレターズ。幸せのピース、今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続いてく明日
きいただきました曲はヨーコでラブレターズでした。沖縄は琉球桜と呼ぶらしく、ヒカンザクラのことみたいですね。私鹿児島の島で喜界島に住んだことがあるんですけれども、その時に初めて知りましたね、ヒカンザクラを。普通のこう鹿児島市内とかで見るソメイヨシノかなとか会津桜とはちょっと色合いが違って、とっても濃ゆいピンクですもんね。私濃ゆいピンクもね大好きで、え、梅じゃないよねと思ってね、初めて見た時びっくりと、あと素敵だなってこうね心を奪われた記憶がありますが、琉球桜って言うんですね沖縄ね。そしてびっくりしました、沖縄あったかいからですよね。1月末から2月上旬にかけての桜祭り、もう本土とは1ヶ月ぐらい違うんですかね。ね、いいな、私来年こそ沖縄行って春を満喫し夏を満喫しね、冬寒い時はあ、やっぱり沖縄いいなっつってね遊びに行きたいなっていう夢膨らみますね。以前ね、あの沖縄ソーキそば大好きなんですけど、沖縄だからといってソーキそばステーキだけではなく、この中華料理屋さんに行きたいってねラジオで話したんですけれども、もうそこも行きたいしね、もう行きたいとこ膨らんで、結局1年以上もう2年近く、2年か2年は行けてないんだ。ライブもしたいですしね、どうにかならないかなとね強く思っております。それではご登場いただきましょう。うちの姫シノン、こんばんは。こんばんは。こんばんは。この春は青春しまくりですね。そうですかね、うん、なんか悲しい別れもあり、 ありました。そうだね、ねえ、でも恩師の先生とねちょっと離れないといけないけど、その分受験勉強頑張り始めましたね。はい、頑張ります。頑張ります。頑張ってます。親子で頑張りますあ、受験私も受験生になります受験生、あ、いつもありがとうございます。いいえいいえ、というかね、まあしてあげれることも少ないですけれども、そのうち夜食のおにぎりとか欲しくなるんですかねそうなりますねだってさ、昨日勉強した後に第一声がなんか勉強するとお腹すくんだけどって言ってたじゃん。もうずっともうグー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 言うんですね。あ、なるほどね。なんでですか？だから昨日も言いましたけど頭使うとお腹減るらしいですよ、カロリー消費。じゃあ痩せるんですね。まあそう言われてますね。そうだしいけどね頑張りますダイエット目的の勉強でございます。まあね、あの自分の中でねこうボーダーラインが見えてればいいよね、うん、これをここまでしたらこんだけ成績上げたら大丈夫だろうみたいなね、うん、うんうん、まあちょっと志乃の場合は普通科ではないのでね、はい、個人情報なのでこれ以上は言いませんけど普通科ではないのでねちょっと待ってまあとにかくね楽しんでね学校行けるように応援しますよ。ありがとうございます。はい、皆さんも応援お願いいたします。お願いします。シノンにメッセージお願いしますお願いします。フレフレみたいな旗をねシノンも応援します。あ、皆さんのことね、はい、そうね、大事だよね応援し合うってね、うん、鹿児島もだいぶね暑くなっておりますが、もう沖縄も夏っぽいんじゃないでしょうかね。うんうん、ミュージックビデオ垂水市という場所で撮影いたしました。ビリーブという曲をね、まあ、夏っぽいけどね撮影は春だったんですけれども、楽しかったね。楽しかった、うん、そして今の季節にもぴったりだと思うので、ぜひミュージックビデオの方も見てください。お願いします。ヨーコ YOKO ヨーコ japan.com でホームページご覧いただけますが、 YouTube も YOKO 鹿児島で検索していただきますといろいろアップしております。シノンの顔もどんな顔やろかいと思う方はねちょっとムチムチしてますわかりやすい、勉強して痩せますだそうです、はい、だけどね若さはねムチムチしていいんですよ。プリンプリンしてる方がいい。中学生まで。中学生まで。高校生から。高校生からはもう勉強して痩せる。もっと痩せるのいいことやね、楽しそう。高校生からはねお弁当ですからね、もうお弁当作るの楽しみよ毎日、うんうん、あ、お弁当の話は後ほどそれではお聞きください、ヨーコでビリーブ
わない好きなもの好きって認めたらいざ勝負喋った言い訳かざして守る曲は陽子で Believe でした。かっこいいよね。ちゃ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 、なんか違う曲やってあれ陽子さん陽子さん、はい、歌手ですね。歌手です、はい、歌手ですよね。ですよね。自分の曲ですよね。ですよね。あのサウンドプロデュースでお世話になってるイッシーさんがね、かっこいいギターをね入れてくださってる、そのイントロをね歌ったつもりがね誰の何の曲やねんと。リリリ。あ、まあそれそこ。この空がもう何もヘイって感じね。なんかちっちゃいよ。自信を持った。自信持って歌手していきたいと思いますけれども。最近ね、私ね、あの曲の歌詞とかで、ね、ちょっと振ってくるからメモすることが増えました。なんですけれども、去年はね歌詞が一切降りてこなかった。まあ、これ愚痴じゃありませんよ、人ですからね。そういう何笑ってんの娘。全然もういつもね絞り出して歌詞とか書いてるんですけど、うん、ね、もう降りてこないってなったり、すんげー降りて、もう目が覚めた瞬間ね、バーってパソコンに書き散らしたりとかね、なんかね、もうね、曖昧ですよね。曖昧っていうかは、あ、そうね、まちまちね、うん、こうね、歌詞も出会いですからね。出た瞬間、しーちゃん歌詞が出てるって、そうそう、湧き出てるっていう時まではね、そうそう、なんですけど、まあ、最近はねコンスタントにちょっとメモをすることが増えまして、携帯にもメモ機能がありますからね、そこに書いてみたりとかいろいろしてるんですけれども、私今何を喋ろうか忘れてしまいました。すいません。そうそうそう、私ね今ね、あの音楽が人生で一番だったのに、最近の癒し、音楽することが癒しだったのに、そこをね料理に変わっちゃって、もうとにかくね、あの娘にね、高校になったら毎日もう定番のお弁当だけじゃなく、どういう可愛いの作ってやろうかなと検索して、知識をね、この前 Facebook、うん、に Facebook を見た方はわかるんですけど、インスタもね上げてる、あ、インスタも、うん、そんな上げたの。Facebook に上げた、見てくださった方も分かるんですけど、うんうん、まあ、私の好きなキャラ弁作ったのね作って、まあ、元はといえばね、
まあ前の日にうっすらと娘は娘でねお弁当だからって言ってたんだけど、私も私であのピンと来てなかった。で朝もうほぼ当日よね、あのママ今日お弁当だからねってだったねってなったわけですよ。そこでちゃんと私が把握したの。でじゃあ買いに行こうと思っても朝よ、どこも空いてないし、車出さないと、でも車出して帰ってくるとお弁当間に合わないし、そうだ牛肉があったなと。すごいでしょ、牛肉があったのよたまたま。うちさあの垂水市のビュートン大好きだし、まあ、豚とかね鶏とか中心なんですけど、たまたま昨日、あ昨日じゃない、あのこの前は牛肉の薄いのがあったから、よし牛丼と味噌汁を保冷のね、うん、保温のできるお弁当箱で持って行ってって言ったの。そしたらいきなり朝からチーンって感じ。あれどうした娘みたいな。なんかその時は気分が乗らなかったお肉っていう。ああそうなんだね、うん、だけど魚よりお肉派なのね。はい、ね、肉肉しい女子ですけれども、それでね、まあ、うちの子はなんでそんなに朝から沈むんだろうっていうくらいになったから、だけど今作ったら間に合うのになとか思いながら、まあ、どっちみち後で持っていこうと思ったので、じゃあ買い物に行こうかな、どうしようかなと思って悩んでたわけですよ。でその日はもうその日に買い物に行く予定だったから卵すらもなかったわけ。あーはいはい、ね、何にもなかったわけね。冷蔵庫空の日だったから、まあほら主婦としてはさ、いい主婦じゃん、冷蔵庫ちゃんと空にしてるから、うん、褒めて、みんなみんな褒めて、ここよこさんなんだけどね、まあとにかく何もない状態でお弁当牛丼弁当断られたので買い物に行ったわけですよ、はい、そしたらどうせ買い物に行くんだったら普通の作ってやらないと思って、なんかないかな、そうだシノンの好きな BTS のジミンのキャラクターチミンを作ってやろうと思ってね。で基本黄色いんですよその子ね。だからあの卵焼きを薄く、そしてチーズを切って海苔をはっつけたら出来上がるんですけど、ハムとね。なんだけどさ、作ったものがさめっちゃちっちゃかったわけ。弁当いっぱいにさこう敷き詰めてあげればよかったのに、あのシノンの持ってたチミーのマスクケースをそのまま転写して作ったもんだからめっちゃちっちゃくて、なんと目、鼻、口、そのパーツを切るのに、のりをよ、20分かかったからね。めんどくさいこと。20分あったら弁当1個作れるよママって思いながら。嬉しかったですよ。嬉しかった、うん、でさ、もうちょっとその前にイラッとママも珍しくね、してたわけですよシノンに対して、うん、でお弁当開けたらまさかのチミーだったから、あれあの人怒ってたよねみたいな感じだったでしょ。そうね、あんまり怒らせることがないんだけど、私も怒らないんだけど、たまに許せない時があるんですね親子なんでね、うん、なんだけどまあいいわ、もう怒ってるかと思いきやなんだこの母ちゃんって思わせればいいやって思って、そういう作戦でねお弁当を作りましたよ。ぜひようこのインスタ、ようこ yoko.kagoshima で見れるのでね、ぜひ見てみてください。あこれか、パーツ切るのに20分かかった弁当はみたいなね。まあ、この春はね、最初にお話ししましたけれども、桜をね見ながらねお花見したいなーってすごく思っておりますがね、とにかく枯れないうちに行きたいですね。はい、春休みのうちに行きましょう。そして4月8日は陽子のお誕生日でございますが、もしかしたらね来週のラジオマックスタイルさんにお願いしてジャックスタイルにしてもらうかもしれませんし、もしかしたらシノンがね、えサンドプロデューサーの石井さんとね、え仲良く年の差45歳かけ合いっこでねこらお届けするかもしれません。陽子が、出演できることができたら、はい、ぜひお誕生日メッセージ待っておりますのでね、うん、ねだるぜひぜひお願いいたします。陽子おめでとう35歳20歳あ、いいね、もう来年じゃない、来月か、来月から20歳になりますか。あなたが言ったのよ。いいですよ、自分で35歳って言えてるので。まあね、はい、そうね、若い若いね、うん、うんうん、ということで励まし合ってお届けしております。こちらのバニラスカイ、皆さんのメッセージやリクエスト大募集しております。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いいたします。
多分ね5月ぐらいから真面目なラジオ番組しようと思ってるんで、あと1ヶ月はねゆるーくお付き合いください。5月ぐらいからになったらさ、はい、いろんなゲストさんのところに行ってね、うん、収録したりとかできるんじゃないかなと、うん、鹿児島にも魅力的な方いっぱいいらっしゃいますからね、うんうん、そうラジオを聞いてくださってる、いつも応援してくださってるあなたに私は伺ってね、はい、30分一緒にイチャイチャ過ごしてほしいというかもしれませんのでね、お願いいたします。そう私あなたよ、あなたのことよ、私シノンよ、シノンはいつもです各週でお願いしましょうかね。ではですね最後に、はい、私の大事な人が今日はお誕生日です、いつもありがとうという気持ちを込めて、私たちの大好きな人がね、うん、お誕生日ですね、はい、なのでこの曲をシノンが選んでくれました、お届けしたいと思います。ヨーコで愛実。夢を見た名前を呼ぶ死なない声、穏やかな瞳で微笑真綿のような何も知らないその肌は誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前にあなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、まばたき一つほんの一瞬で光り続ける、光り続けてくこの胸の中にずっと、この胸の中にずっと。皆さん、この1週間ももっともっとハッピーでいてくださいね。いいですか？はい。声がちっちゃい。はーい。はい。そうですね、はい。ではでは、皆さんが4月からもめちゃくちゃハッピーでありますように、ヨーコは祈ってます。シノンも祈ってます。じゃあね、せーの。バイバイハッピー。